曲目は、ジョン・コルトレーン。ジョン・コルトレーン、ナイーマです。ナイーマ、この曲はあの、いや、好きなのはどっちが好きですか？この曲やりたい人と。俺がやろうって言った。うん、うん、好きな曲。好きですね。テーマいいですよね。うん、どういうところが好きですか？聞きどころをまず聞きましょう。まあ、いわゆるジャズの王道のコードチェンジとかじゃないところ。ほう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 、言ったらいいの。なるほど。非常に近現代的というか、ジャズの中でね、新しい香りのする。そう、まあ古いんだけど、うん、60年代くらいかな。ああ、じゃあ聞いてみて、本当に新しい感じがするのか。そう、確かに。どう聞こえるの？全然しねえじゃないかっていうこともありますからね。そうですね。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。ジャズライブで客のイエーイは一体何が起きてるのか、ドラムソロってどう楽しめばいいのか、ジャズライブ観覧初心者の疑問に答えるため誕生した本企画。ゲストが過去に演奏したライブ映像を見ながら、ジャパゴリ MC の波平が分析と解説をお送りする。難解な音楽理論の講義などもってのほか、新しいジャズライブの楽しみ方を発見できるオーディエンスファーストを目指す。ごくたまに脱線してしまうのはご愛嬌だって、ジャズなんだもの。アナライズシアター。やんない弾き方ですかね。はいはい。チャカッとかこういう。いいですね。曇りガラスの向こうは。そうそう、なんかそんな感じがしましたよ。なるほど。古いじゃん。ジャズにしては新しい。ポピュラーミュージックとしてはちょっと古い感じがします。なるほどね。でも新しい感じ。さんの独壇場ですね。うん、これはね、さっきのあれって言ったかなり完全にバッキングとソロっていうのが、はい、分かりやすい。はい、瞬間とか、それまでババさんは1音でこうタカタ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 タカって弾いてるんですよ。はい、でも途中でこうジャーンってこう、うん、ハーモニーってコードを弾くわけでしょ。うん、でずっとナオトさんはコードを弾いてるじゃないですか。うん、でその時にコードを弾くってことはこう完全にバッティングする可能性もあるから、うん、そういう時って何か気をつけることがあるんですか？もう無視ですか？無視。ジャーン、俺はジャーンって行きたいんですよ。そういう曲はこうやっぱり、力が強いのが勝つっていうやっぱ勝ち負け気にしてるんですか？うん、なんかもうこういう曲に関してはこう急にこうなるかもしれないですね。なるほど。っていうのがこの後多分見られるような希望。なるほど、なるほど。続きますね。はい、これなんかアウトするっていうんですか、こういう感じの曲で、うん、そのアウトするとかに言い方しますけど、言い方しますね。なんかコードのちょっとマッチしないような音。そう、マッチしないような音を弾くっていうやつですね。っていうのが、はい、またちょっといいですね。はい、こういうなんか、あ、これね、こやつ、こやつ、ちょっと待って、こやつ、こやつこやつね、こやつ、あの、ギタリストとかがやるやつね、テカ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 って、こう、同じやついっぱいやるやつね。波平ポイント。はい、波平ポイントありました。ありましたね。こういう時はもう、うおーとか言ってりゃいいですよね。言ってりゃいいですね。はい。それをもう期待してますもんね。そうそうそう。いいだろ、やろ、やろってやって。このやろ、このやろって。そういうとこですもんね。そうそう。このやろ。これ結構、だからナウツさんが完全にこうパターンをこうバッキングで弾いてて、そう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 、やってくれてるから、その上でっていうね。うん、それあの、一曲目とかの構造とはちょっと違うっていうかね。うん、違うですね。はいはい。本当、馬場さんの一人、もう独演、独走状態で頑張っている。
感じ締めましたね。エイク、なんとか締められます。ちょっと一回ババさんの振り返ってみましょう、はい、いやいや結構温度高い感じで来て、はい、最高潮のところで引き渡す感じでしたね。はっきりと分かりやすいですね。こういうのは本当分かりやすいよ、ね、欧州、はい、そういう見方をする。そうですそうですね、はい、あのソロを要するにこう、はい、トレードするとき瞬間ってどう渡すかって、うん、意識ありますよ。なんか ありますね。だからこういう曲だとやっぱちゃんと終わったって感じにね、はいはいはい、した方がでスコーンっていい感じで渡す。で次の人っていう風に、はい、これで直人さんがこれをこうスコーンって渡されて、うん、直人さんがどう受けて、ね、どう受け取ったんだろ う覚えてない。いや割と最初から飛ばしてるんですね。馬場さんがひとしきりこう弾いた後じゃないですか。相当ソリッドでしたね。速いしソリッド、リズムっていうか拍としては別にそんなに同じことを弾いてるけど、うん、直さんの速さはすごい速く走ってんじゃない。いや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 違う違う違う速い速い速い速かった速かった。もうあのなんていうかピッキングがねやっぱめちゃくちゃかっこいい、すごい褒められてます。多分ね、バースしてる時にめちゃめちゃやられた傷があるんですよ。やりやがったなと。めちゃめちゃやりやがったなはいはいはい。戦いだねこれ。戦いだねやっぱりね。バトルなんだね、うん、別の人とやったり順番逆だったらここまでやってない可能性が高いですね。ああなるほどね。こういうケースの場合今のソロのサイズだけど、まあ同じサイズはもうできない、はいはいはい、落としきれないので、ほう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 、入った時点で結構はもう攻めに行っちゃってるから、はいはい、まあ半分ぐらいでも仕方がないっていう、ね、もうじゃあーっつってもなるほどね。短くだから終わったんじゃないかな。馬場さんがだから1周目で結構短くいいシュート持って結構点取ったから、めっちゃやってるよこれもう後テーマなのにめっちゃ仕返ししてきた俺もう返すターンないのやり逃げ感あるんですね。やってナオさんにやらせといて最後やっぱり結局やってくるみたいな卑怯ですね。卑怯な打順の妙ですね。打順の妙でこの曲はなんかあのどっちかってこうインタープレイっていうかお互いのやり取りっていうよりかは結構単独の見せ場があってっていう感じですね。しかし直人さんも結構早い段階で飛ばしてたからちょっと面白かったですね。やっぱデュオでギター2人だと音量と なんかドラムが入ってるベースがエレキベースがとかと違うけど2人でこの温度出すってなかなか素晴らしいですね。やっぱりあとやっぱ伴奏をねしてもらってもすっごいグルーヴが安定してるし、はいはい、ギタリスト弱い人も結構いるから、例えば誰ですか。いや大丈夫ですか言っちゃう50音順に言ってください。